これから飲みます。この海藻に美味しくない海藻。美味しくない海藻。まずい海藻ですね。さすが失礼、もうずっとあれですか、定年までは佐渡で。そうなんですよ。じゃあもう佐渡で育って佐渡で仕事をされて。なるほど。家族新潟の連絡船のフェリーの船員をやってました。ああそうなんですか。はい、佐渡汽船ってことですか。そうです。ああ。あらま。うん。海はいろんなものがあるね。多様性の宝庫ですね。それそれ。共存してるもんね。すごいね。わ、いいこと言ってるよ、おじさん、海はいろんなものありますね。あの穴を抜けるとここは火星ですかっていうような感じの岩場が見えてきます。ねえ、抜けられるんだ。見てみますか。見てください。見てみますか。ね、これ歩けんの？あ、すごい。すごい人力だって。現代アートっぽい。しかも勝手に光が自動センサうっしょ、これなんか。おお、これは多分火星なもの。火星、ここはどこなんだって感じですね。あと、ここまで。うん、いや、佐渡はいろいろあるね。こんなところまで。本当、佐渡はいろいろあるね。いや本当なんかクレーターみたいだね。デューンみたいだ。デューンの映画みたいな。砂の惑星。太陽と隆起破色帯。火星の雰囲気が似ているため。S級アポロじゃん、アポロ、うん、アポロチョコレートの、あは火星だけに行ったわけじゃなくてね、佐渡へようこそ。佐渡から愛を込めて、これが佐渡のダイヤモンドです。おすごいね。はい、こんな貴重なものが佐渡にあるんですよ。捨てた。お腹すいた。よかったっちゃ。信号通過のあと左ある。よかったっちゃ。そうそう。よかったっちゃ。ダチカンチャ。ダチカンチャ。お、ガチ方言だ。ダチカンチャ。うん。弁慶本店ですね。惜しくて、惜しくて涙。泣きそう。惜しくて泣きそう。もういい、いいカットが。久美さんがあまりに美味しすぎて感動して涙を流してる。すいません、まさき失礼しました。大変な時にお茶飲めば。どれも美味しかった。よかったです。ありがとうございました。満足ですね。
まあ、よく食べるのとか。何でもよく食べてるよね。あ、本当。嫌いなものがある？特にない。ああ、何でも食べる。食べるのが好き。